六大グループとは、ある業界における六つの大きなグループのこと。かつて、日本の経済を牽引したのことを、旧六大企業グループという。六大企業グループや、六大企業集団ともいう。事実上、2000年代にメガバンク再編などで消滅した。現在も活動しているグループも、各企業の独立性が高まり、グループとしての活動は停滞している。 1990年代の自動車業界の国際的な再編により誕生したかつて世界の自動車市場の大勢を占めたのことを自動車業界の六大グループと呼んだそれ以前には世界規模の売上高生産台数では米三大自動車メーカーの優位が続いたがトヨタなど日本企業の台頭やビッグ3の凋落、さらに世界の自動車業界全体の再編によりその 構造が崩れたためビッグスリーと併用して多く用いられるようになった。かつてフィアットの社長であったジャンニアニエリが5つから7つの大企業が世界の自動車界を支配するだろうという趣旨のことを言明していたが1990年代の終わりから自動車企業の利号集算が活発化しこの指摘は的中した。しかしその後は現状を示さないことになったことから 現在は使用されなくなった。ありがとうございます。